次は、あ、クライベイビーです。なんか謎の振り付けがついてるっていう曲ですけど、イントロめっちゃキャッチーだよね。踊りたくなるね。私ちゃんちゃら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 好きだよ。結構負けな。なんかあれハマった時すげえ気持ちよくない？そうだね。あれ最初オクターボーンで。あ、そうだっけ？え、そうでしょ？そうだっけ？多分そうだ。結構弾きやすいし。難しそうに聞こえるけど簡単に弾けるよ。でも最初さ、スタジオ入った時さ、みんなクライベイビーが大変だみたいに言ってなかった。あ、でもそれは全体的に、うん、あ、全部だ。あ、でもそうそう、イントロが一番簡単だよ、うん、あ、そうなんだ。クライベイビー大変だった。そうだよね、なんかさ、なんかめっちゃ動いてました、うんうん、止まらないベース、うん、でさ、あんなに止まらないベースを弾いてるのにさ、一番グルーヴ出にくいのね。なんか、ああいうのって全然、わ、こんな感じじゃないのにな、でもこんなに動いてるのに。ドラムグレーグレーなんかグレー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 でもなんか ニュアンスうまくいかない、うん、なんか途中途中さ、すごい一瞬さ、こういうニュアンスで弾きたいなみたいなのがやっぱある。それがすごい出ない。わかる。なんか意外に思ってるよりもテンポが速い感じで、ね、なんか、うん、あって思ったらもう次のとこ行ってるみたいな感じが、ね、そう、ずっと動いてる。それが、まあそりゃ出にくいよね、あんだけ動くよね。面白いよね。面白いよね。なんかさ、笑っちゃうよね。急すぎて。急すぎて。面白いんだけど、B メロ終わってさ、サビ感じるとか、全部急じゃない？展開急じゃない？みさきがさ、たまにさ、人ごとなん、なんか、まさん大変そうだよね、あのレース。あれは大変だよねって言われたし、こんな感じですぐ自分の曲ひと事のように話してくる。クライベイビーのさ、ドラムのサビ、うん、リズム不思議じゃない？え、そう、え、なんかサビ不思議だなって思った。普通なんだけど、あのリズムにしたんだなって思った。あ、その曲の流れからして、そうそう、叩きにくいのよ、すごい。え、音は違ったよ。でもなんか違ったの？違ったけど、え、なんか今でも感じるんだけど、すごいね、書きにくいんで。そういう曲なんだよ。はい、え、ボーカルは？ボーカルは、これが一番大変だった。メロ変更がいろんな事情があって、うん、あってサビ全変わりだったの。だからそれを変えましょうってなって、さすがにこれは歌うまでに時間をくださいって言って1日か2日ぐらい、その間に別のレコーディングして一番最後に撮ったかな、うん、そうそう。でもほぼほぼこれ変更しながらできたよね、なんか、うん、うん、だった、よかった。まあでも結果、いい感じにまとまりましたね。まああと1曲あるんですけどね。いい感じにまとまりましたか。最後10曲目アゲイン。そう、なんかこれさ、その最初にアルバムのデモを出した時に、最初この曲入ってなかったんだよ、アルバムこれやりますみたいに。デモ選考会の第一次審査で通ってなかったの、これ確か。あれ、そうなの？そうで、マジかこれ落ちちゃうのと思って、私的にはメロを一番出した3曲の中でこれがいいって思ってたから、これ落ちたら私次の選考会でもこの曲出すぞって思ってた。そしたら、あの最終的に入ることになったから嬉しかった。よかったと思って。デモ自体はだって結構前からあったね。そうそう、ね、そうそう、このメロ自体はずっと思ってた。うん、どうなるのか難しかった。あ、そうなんだ。最後、そう、あれ、そう、上がるの遅かったよね、確か。でも、あ、でも最後の方だったと思う。最後これからみたいな。え、難しいポイントは、あ、あれだわ、ですね、 2A のね、急小節目からどこだ、あ、はいはいはい、次の、あ、二回し目から、あ、出て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 が弾けなかった、一生。一生今は弾けるようになった。どうだったっけ、結構ピッキング得意じゃんって。
あのダウンピッキングだからさ、すんなりできてたんだよ。へ、うん、私はね、できなかった。いや、あのね、私多分ダウンでやってないよ。え、嘘だ、どうやってやるの、うん、あ、マジでどうやってやるの俺、ザレントどうやってやるのテントしかない。え、あれダウンでやった、てるけどね、結構ゲントビのさ、俺タネイクめっちゃなんか苦手意識あるから。いや、ダウンは無理でしょ。え、やってるよ今。マジで、うん、私も無理。こうやってやるんだよ、俺タネイク。こうやってやるの初めて。俺タネイク。ギターで大事なあれだよ。あ、マジで。ノリ的には弾きやすいんだよ。うんうんうん。ドラムは？ドラムはね、なんか手数が多くてめっちゃかっこいい、うん、よく見える曲だなって思うと思う。かっこいい、かっこいい、難しいとかじゃなくて、かっこいいく見えるんだろうなって曲。うーん、あの客観的に見たら かっこよくに見える。多分早い手の移動が。うーん、最初ね間に合わなかった、最初本当に最初みたいな。すぐなの、シュッて。へー、一番切り返しが早い曲かも。へー、切り返し、この切り返しよね。そう、切り返しって一番かっこいいと思う、ドラムが。へー、これはでもベース大変だよね。いや、ベースね、これね、あの簡単ランキング2位ぐらい。ループが多いのね、うん、すんなり終わった。あ、ただそうか、曲的にベースがすごい聞こえるから難しく感じてるだけかな。めっちゃめっちゃあの、うん、今からやろうっていう方におすすめな、おすすめな感じ。いや、でもなんか、なんかベースもそうなんやけどさ、ギターも含めてすごいさ、好きなのがあの途中のさ、あれ何メロだ、あの途中 C メロ的な、そう、あの雰囲気めっちゃ、うん、ね、めっちゃ好き、うん、ちょっとボワーンみたいな、ね、なんかギターの音がさ、なんかあみちゃんのやってるやつがさ、なんかイルカ鳴いてるみたいな、あれ感じで、イルカ鳴いてるみたいに聞こえて、超音波じゃん、うん、なんかあるじゃん、ああいうの、ああいうイメージ。今イルカの音、今イルカの音びっくりした。ボーカルは、ボーカルっていうか歌詞が、この手の曲はなんかもういろんな人の手垢がつきすぎて、言葉をどう選んでいいかが一番苦労したから、うん、やりたくないよってなっちゃった途中から。いや、なんか言いたいことはいっぱいあるんだけど、なんか、うん、でも難しくない伝わりやすい言葉でってなったら、どうしても本当いろんな人がもう歌ってきてるような内容だったから、うん、ここはちょっと、うん、一番この曲がそういう面では苦労した気がする。この曲唯一叩きながら歌える。ありがとうございます。嬉しいです。あ、でもそうだ、なんかスタジオでやってたら歌いよう。確かに、なんかね、歌をめっちゃ聴いてる。ドラムよりも、ドラムよりもと、まあこんな感じでした。こんな感じなので、今サブスクとかでも聴けるしね、何でもいいんで、とにかく聴いてもらいたいなと思ってます。そしてあのライブにも足を運んでいただけるとこれ幸いです。お願いします。これ幸い、はい、それではじゃあご視聴ありがとうございました。ブライダーでした。ブライダーでした。そういえばさ、そのガガ行ってさ、うん、なんかうちらさ、なんかみんなで全体で撮ってる時にガがいっぱい飛んできて、うん、みんなキャーキャー言おったやんか、うんうん、で演奏始まったらでもみんな前向いてちゃんとやりよったやん、うん、夏美ちゃん逃げたらしいよ。うそ。なんか後から聞いた話、うちらさ前見とうけん気づかんよ。気づいてない。途中いなかったらしいよ。えマジで。え、一回いなくなった、一回逃げた、いなかったらしい。でも途中我慢して涙目でやってた。だからすごい険しい顔だった。